皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか。今週のピュアジャムは、前回中井隆治と上村義成のチューニングジャムセッションの翌日の様子をお届けします。おはようございます。大久保優里合流。さらにここで岩マム野々垣登場。YouTuber の野々垣YouTube は収益マイナスの一方です。もうやめたいです。いや、2年頑張ったら行くって話だからさ今回のセッションは中井隆治、上村義成、大久保優里、野々垣龍でお送りいたします。3月下旬、下界は完全に春。ピュアジャムクルーはいい雪を求めて深い深い森の中へ。若いの滑りたい。かわいいやつ滑れば。朝日だけのポンテシャルビスターピュアジャム中井隆治、 GPS で確認しながら深い森の中、いい雪を求めて先頭を歩きます。ピュアジャムとビアマムコラボします。なんか今迷路みたいなとこ歩いてるの長すぎて、俺らすごく怖くなっちゃって、なんかね、結構不思議な雰囲気っすね。春感もあって、ポコポコフラットのとこ歩いてるみたいな。同じとこずっと回ってるんだこのエリアの山裾は南西面がほとんどで、中井隆治は雪の良い北車を探してガンダー。標高や方角、天気や風、さまざまな情報と長年の経験から幻の北車を探し出し、セッションの舞台を導き出すミスターピュアジャン。贅沢だな。バイブスも高まってきたところで、いよいよドロップインのお時間です。見つけましたね、北面。まずは野々垣龍。そして大久保優里オン。続きまして上村義成。中井隆治ドロップイン。レンズいったね。2本目に入ったところでカメラが故障するアクシデント発生。
残念ながら本日のセッションはここで終了。下山の流れとなりました。この日もありますね。一週間後、なんとかレンズを直してもらってゲットしたピュアジャムカメラマン。中井くんたちの利尻トリップにレンズが間に合わなかったピュアジャムカメラマン。残っていたところを早速藤本博文からの連絡を受け、セッション開始。ここでスティルジャミングでも使用されたあの美しい夕焼けライディングを記録することになるのでした。一時はどうなるかと思いましたが、まだまだシーズンは続きます。名残惜しいのですが、今週はラストのお時間となりました。藤本博文エモーショナルカット、美しい夕焼けでどうぞ。のそういうエリアでさ、きっため探すって中ちゃん、これさ大変だ。来週のピュアジャムは大好評シリーズ、春のゲレンデセッション。いや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 、それとも小山でセッション。見たあなたしかわからない。お友達も誘ってぜひ見てください。ピュアジャムベースショップ24時間開店中。まだ DVD 見てない方どうぞ。それではまた来週お会いできることを楽しみにしております。せーの、 Thank you、 バイバイ。 Today's おかわり。皆様、見ている方も多いと思うんですが、ピュアジャム2スティルジャミング、現在こちらのナイスショップで絶賛発売中でございます。ベースショップでも販売を開始いたします。詳しくは概要欄からどうぞ。リンクも貼り付けておきます。ぜひこのタイミングでゲットしてみてください。そしてそして、視聴者プレゼント企画やっちゃいます。新作 DVD スティールジャミングをなんと抽選で1名様にプレゼント。応募方法はチャンネル登録してコメント欄に何か一言お願いします。その中から抽選で1名様に DVD 送っちゃいます。いつもコメント読ませていただいております。ありがとうございます。どしどしコメント送っちゃってください。読むの楽しみにしております。一刻も早く争いがなくなってほしいと願っています。